元では一般にこの名称を用いている。城郭は広大で旧真壁郡下妻町の領域がすっぽりと収まるほどであった。1950年代までは狂わ、ドルヤトが残っていたとされるが、1961年に始まった都市計画事業を経て、現在では多賀国城跡公園内にわずかに痕跡を残すのみとなっている。 城が完成した15世紀中頃は東西領間からなり東間を本丸とするに来るあの単純な構造であった。その後高谷市の勢力拡大に伴い城を北方向へ拡張していき、高谷市七代の茂常の頃には南北 1.5km に及ぶ長大な城域を有するようになっていた。この時代の下妻は日立国西部最大の都市であり城郭。 城下町の規模や、充実度の面で、日立国屈指の存在であった。城跡は、下妻市指定史跡となっており、河原家が出土している。付近には、本城、新屋敷、元宿、城宿、陣屋など城や城下町の名残が忍ばれる地名が残るが、宅地下の信仰により、その遺構の一部は失われている。また、 下妻市役所の西に上石公園がある。上石公園は1961年からの年、計画事業により建設され、市民憩いの場となっている。ここには1890年12月に混流された石踏みがあり、表面に、高谷市七代140年の経歴が漢文で刻まれ、裏面に、 石踏みの混流費用を負担した旧進の子孫264名の氏名が掘られている。平城であり、東西に沼と河川、南方に湿地帯を控えていたことから、北方への防御体制が重点的に取られ、秋田県立図書館が所蔵する、日立国下妻上図によれば、北には土塁や堀が7にも巡らされていた。これは単に北側に、 自然的障壁がなかっただけでなく、北方に、田谷氏が敵対した結城氏や水谷氏の領地が存在したことが影響している。城は、館沼によって東西に分断され、沼の東側に、本城、中城、三の丸、北城、南館を、沼の西側に、西城を置いていた。周囲に小、おのこ、国造来るは等を排していた。城域は、 南北1500メートル東西900メートルであった。土を大地上に持った土類を複数築き、土類の周りの掘り割りには、大砲沼から引いた水を満たし、主要な土類は7つの橋で結んだ。これを、田谷七か前という。下妻神社、飯田、石塚、片岡、渡辺などの姓を名乗る田谷氏の家臣は、城郭外縁部の元宿、城宿、 今宿、坂本などに居住した。元宿などは、宿である以上、商工業者も居住していたが、家臣団の収集中があり、城郭の一部としても機能していたと考えられる。こうした城郭的機能を、町場が有するのは、下妻城特有のものでなく、有機城、山川城、海老ヶ島城などにも見られる、戦国時代の関東地方の特徴的な、 城下町構造である。北城の北には、高城町などの小技が見られ、職人が居住していたと考えられる。初期の城下町は北方にある、後頭天皇の門前町、大町とその東隣の西町を中心に発展し、茂常の時代には、大町の南に位置する山道地から新地まで拡大した。田谷家府によれば、高昇元年から、高谷氏屋が、 下妻僧に築城を開始し、6年後の干渉2年に完成したとされる。氏家は、京徳の乱に際し、足利重氏の命を受けた有機成長の家臣として、随行し、京徳3年11月27日に、弟の高常と共に、上杉の利忠を殺害、小学坊、足利重氏から功績を認められ、 下妻僧を含む関三十三教徒大名の地位を得た。従って、氏家が築城を始めたのは、領地として下妻僧を獲得した直後のことであった。また城の完成記念に大砲やわ宮を建て、上杉の利忠を切った、生雲という太刀を奉納した。なお、城の完成は、 干賞三年であるとする説も存在し、図説茨城の城郭では、干賞三年説を採用している。現在では、下妻と古川はどちらも同じ茨城県であるが、当時の下妻は日立国、古川は下宇佐国であり、小学坊にとって、小田氏真壁氏獅子都氏大城氏ら伝統的な武家による支配がなされていた。 日立国へ権力を介入させる上で、高氏と下妻は重要であった。氏家と高常に次いで、下妻上司となった元隊は、文明十年に、足利重氏から、宙を尽くせとの命を受け、文明十四年より、行田宮内と上落地坊をはじめとして、立て続けに、下妻総近在の領主を降伏させ、支配領域を拡大した。そして、英将の末頃には、 現在の下妻市、上層市、有機郡や千代町の大部分と筑生市南部、筑波市西部を支配下に置くまでに勢力を増した。また両家の人心を掌握するため、大宝や綿ぐるへの立ちの奉納や城内外への自社の建立や再興を進め、領地の政治的、経済的中心として、下妻城と城下町の整備、拡大を推進した。 元タイの後を継いだ工業はさらに領域を拡大させ、かつての主君、有城氏の領地の倍近くを領有するまでになった。工業は有城氏の当主、正友といとこの関係にあったこともあり、有城氏への従属からの脱却、自立を進め、天文三年に聖朝方が、多賀や領に侵入して、以降、完全に対立関係となった。時代のともの時代には、 織田氏の織田政治と組んで、たびたび、結城氏山川氏と争いを繰り返したが、天文院16年5月の戦いに敗れ、また翌天文院17年に政治がなくなったため、和議を申し入れて、再び、結城氏と同盟を結んだ。これにより今度は、織田氏との関係が悪化、織田氏を討とうとしていた佐竹氏と吉見を通じてきたことで、織田領に攻め入り、今鹿島長江や、 前のを支配下に置いた。友常が、重病に陥ったために家督を継いだ政経は、当初、結城正勝が、北条氏康に従ったため一時は、ご北条氏に従い、ご北条氏の軍勢を借りて、小田七の領地に侵攻するも、上杉謙信が、関東地方へ攻め入ると、上杉氏につき、永六四年正月には、佐竹、小田、 宇都宮の三子と共に、結城春友を攻めた。その結果、結城資領であり、下妻と結城を結ぶ、経路上の幼稚であった関本を奪取し、府城を置いた。こうして、佐竹氏との関係を強めていく一方を、武田氏とも志を通じ、結城、小田領氏と敵対しながら、領地拡大を目論んだ。政経の時代に、田賀やは、最大となり、 現在の地名で記すと、北は、畜生市赴入、東は、畜生市江比ヶ島、南は、牛久市、西は、坂東市、湯田までを領有した。第七大住居は19歳にして天正4年5月8日に、生計がなくなったために家督を継ぎ、領地の南に接していた豊田市を攻め、一度は、敗走するも後に、豊田城を水攻めにして落城させた。その間、 後法城氏は天正二年に、関屋土城を手中に収めたがや領に迫りつつあり、八田部城で、激しい攻防を展開した。一方、時代は、天下統一へと向かっており、茂目は、織田信長に春馬を送ったり、豊臣秀吉に書状を送って、信仰を結ぶなど、必死で、乱戦を生き抜こうとした。天正十八年に、 秀吉が小田原征伐を実行すると、結城春とも水谷勝利氏と共に参陣し、武蔵国に、お市城への攻撃に参戦し、同年8月1日に、下妻六万国の治業を安堵された。この後、茂津の経歴には、通説と異説が存在するため、両論を併記する。通説領地は安堵されたものの、秀吉から、 結城市の寄木大名とあることを申し渡され、それを不服とした茂常は、長男の三郷を分家して、結城市に従わせ、自身は、佐竹義重の四男の信鷹を養子に迎えて、佐竹市に仕えたとされる。高谷氏はここで、茂常ら佐竹派の下妻高谷氏と三郷ら結城派の大田高谷氏に分裂し、家臣も二分された。こうして、 秀吉の命を満たしつつ、大名の地位を守った茂常は、秀吉に不満を抱き続け、病気を理由に、文禄の役への出陣を拒否、所領の大半を没収された。さらに、慶長5年の関ヶ原の戦いに際しては、佐竹義信と行動を共に死闘軍を、背後から突こうとしたが、西軍は、敗北、責任を感じて、武蔵国府中に撤去した。 そして、慶長六年に、下妻六万国を没収、改役された。そして佐竹義信を頼って、出和国へ移った。伊説多賀三教が、結城市に服属することは、小田原征伐以前からの決定事項であり、これは、家内で佐竹派結城派の対立によるものと考えられる。その後、茂常は、病気を理由に、文禄の役への出陣を拒否、罰として、 下妻城の破却と金子千枚の提出を命じられた。慶長三年には家督を信孝に譲り、茂常は仏門に入ったという。関ヶ原の戦いにおいても茂常は病気を理由に参戦せず、慶長七年に信孝が継いだ、下妻互谷氏は佐竹氏と共に、出羽国久保田へ移ると、自身は各地を放浪の旅に出た。 両手のいなくなった下妻は一時天領となり、徳川家康の十一男、鶴千代が、慶長十一年九月二十三日に五万国で入法する。この時、鶴千代はまだ三歳で、実際には、家臣の朝日奈康夫が城代として、城に詰めた。鶴千代は、慶長十四年十二月二十二日に、三戸二十五万国で違法、三戸藩初大藩主となったため、 下妻は再び天領となった。この間、鶴千代は一度も下妻へ入ることはなかった。慶長16年正月20日、田谷氏の旧審と見られる者を含む下妻の農民九人は、武行に、吉江門という人物の秘宝を訴え出た。訴えによると、吉江門は城に残されていた武器や、船板、材木、畳などを、自らの在所に運び入れ、 隠居の家から城回りの武士の家、昨年まで居住していた大観衆の家に至るまで破却したという。この時点で、下妻城は面影をとどめないほど荒廃し、映画を極めた田谷氏の時代はすでに過去のものとなっていた。玄奈元年、松平忠政が下妻に入り、続いて、松平貞綱が下妻藩主となるが、玄奈五年に天保となり、 天領に戻るが、聖徳2年に、井上省庁が一万国で藩主について以降、下妻には幕末まで、井上市14代の陣屋が置かれた。井上市の下妻陣屋は、館沼の西側に置かれ、下妻城とは異なる場所である。多賀国城跡公園城跡は、茨城県下妻市本城町にある。 関東鉄道上総線下妻駅より東へ約 1km のところに多賀国城、跡公園があり、石踏みが建てられている。遺構としては堀や土塁跡がわずかに認められる程度である。ありがとうございます。